よいしょ。はい、いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、まあ、前回のね続きになるんですけど、キャブレターね、これで一応、まあ単体でのね修復は、一応完成したので、これを実際車体に取り付けて、ちょっとこのエンジンをねぐるんぐるん回したろうかなと思います。うまく回るといいんですけどね。まあ火花は確認してるので、まあこのキャブレターですよね。まあこれがちゃんとね機能してくれれば、あとはねもうかかんないとなったらもうこれしかない、これ圧縮ないの困っちゃいますよね。で現状ね、最初の方に行ったんですけど、第1話か2話かなで行ったんですけど、圧縮がねちょっと弱いような気もするんですよ。なので、ちょっとね今日初爆確認できるかどうかわかんないんですけど、とりあえず、キャブをつけて、できるとこまでやっていきたいと思います。はい、これでね、今ついたんですけど、ちょっとねアクセルの方がね渋いですね。戻んないですね。まあこれはまあこういうスロットルボディのとこか、まあこのワイヤーもねもう全然ダメなので、まあこの辺が渋いのかなと思います。でまあでもスロットルの方がね一応ね渋いなりに機能しているので、テストはねもうこれで十分だと思います。それで、オイルね、まあちょっとチェック、今したんでね、ただまだね入ってるんですよ。まあその品質とかわかんないですよ。もういつ入れたのか何したのか全然わかんないですよ。なんですけど、まあ一応ねこれ規定量入ってたので、なんで汚れてないんですよね。まあね軽く回すだけなんでね。まあこれで、まあ水は入ってなかったんでね。そういうのは大丈夫だと思います。じゃあこれで、外持ってって、エンジンかけてみますか。
はい。今ね、また、部屋に持ってきたんですけど、エンジンかかりましたね。いやー、よかった、嬉しいわ。まあ、電化時期もね、電球で揃えたやつ。覚えてます？あれなんかでね、まあ、あそこまで普通に回るんでね。まあ、もし気になる人はね、やってみてもいいかもしれないですね。はい。で、キャブレターの方。これもですね、オーバーフローとかね、そういうのなく、まあ問題なかったですね。これも良かったです。なんかね、点火といい、キャブといいね、順調ですね。で、圧縮はね、ちょっと足んないかなと思ってたんですよ。だけど、あんなもんなんですね。こっちのね、チューンドモンキーの方はね、ものすごい圧縮なんですよ。正直言うと。本当はね、ターボなんでローコンプ入れないといけないんですけど、既製品のね、ボアアップキットを組んだんで、おそらく、まあ若干ハイコンプなんでしょうね。まあこれと比べるとね、もう全然、もうなんか手でね、クランキングできちゃうぐらい、感じですね。でもあれでね、全然調子良かったですね。いやー、よかったよかった。で、そのついでにね、電装周り、ヘッドライトつくかなとか、まあ、ホーンなるかなとかね。まあ、こういうね、まあ、テールね。ブレーキどうかな、微糖どうかなって、いうチェックもしたんですけどね。まあ、OK ですね。まあ、OK という域かどうかわかんないですけど、ものすごい暗いですね。頼りないですけど。まあ、そんなもんですよ。昔の 6V のね、バッテリーレスの、バイクなんかこんなもんですよ。頼りない光がね、ポワ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 ってね、エンジンの回転と同じように光ってるっていう。それぐらいですよね。それで、だいたい正常です。はい。ほんで、まあ、前にも言ったようにね、まあ、ウィンカーはないのでね。まあ、だから、電装系すごくスッキリします。いやー、よかったなー。エンジンかかって。で、実はね、これ、エンジンかかんなくて、コンプレッションも怪しいなってことになった時のために、ですね、これはタンクのやつか。こういうね、これなんだ。バルブのステムシールですね。これはガスケットキット。ガスケットキットっていうか、エンジンオーバーホールするときにね、ザクッといるやつ、定番の、キットですよね。これとかね、いろいろ、揃えてたんですけど、あまりにも調子いいんでね、ものすごいスローも安定してるし、用もないんですよね、特にね。ただね、走ってみてね、これからナンバーつけて走ったりして、で、トランスにね、問題があったら、まあこれもエンジン割らなきゃいけないので、そうなった時にはこれ使うんですけど、そうならない限り、もうね、これはなんか、無理にね、分解しない方がいいんじゃないかなって思うんですよね。だから、オーバーホール前提だったんですけど、ちょっとね、今んとこ、まあ、せっかくいろいろ買ったんだけど、ガスケット類。まあ、別に無理に使うことないかなって。今んとこね。今んとこ。また、その、後に走ってね、調子悪かったら、エンジン、まあ、終わっちゃうんでね。まあ、それ以外はね、ちょっと、まあ、このままでいこうかなって思ってます。まあ、いずれにしてもね、各所、オイルシールはね、もう全部ダメなんで、そういったものはね、交換していくのでね、エンジンはね、一回下ろそうと思います。まあ、それとあと、何ですかね、この、まあ、ブレーキ周りやら、かな、あと、そのケーブルとかですよね、もうこれスロットルワイヤーをどうするかとか、まあ、こういう、
うん、とこですね。あと、まあ、スピードメーターもね、ちょっと、そうだ、スピードメーター、確認すればよかったな。まあ、確認、今できてないんでね。まあ、実際、そっか、実際走らないと分かんないもんね。実際走って、まあ、大体体感的にね、これ20キロとか30キロ大体合ってんなとか、そんなんでね、確認したいと思います。じゃあ、今日のところは、すんなりエンジンかかったということで、ここまでとします。はい。で、次回からね、何するかなっていうことで、とりあえずね、こういったね、ブレーキ周りやら、何やら、とにかく、全部やるのにあたって、まあ、エンジンも邪魔なんでね、一回下ろすことになると思うんですよ。で、その時に、これね、オートバイ、メンテナンスとかする人分かりますよね。こんな純正のね、サイドスタンドと斜めでね、できないんですよ、そんな。で、実際、これエンジンを下ろすとね、スタンドなくなっちゃうので、で、こっちのね、ターボモンキーみたいに、こういう、メンテナンススタンド。これをね、ちょっととりあえず作ろうかな。だからね、次回、おそらく、こういう、メンテナンススタンドをね、この M 用に合わせて作っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。おお、絶好調だぜ。